こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。Amazon 輸出、実践してね、成果報告をいただいてるんですけど、1万5千ドル、月間1万5千ドル、月間3854ドル、月間6673ドルという、この3つの成果を、今回は、画像に貼り付けました。で、金額の大小とかね、いうことはそれほど重要じゃないんですけど、思ったように、成果が出る人もいれば、なかなか成果が出ない人もいると。で、大きな違いは何かということを考えると、成果出る人というのはですね、素直であるということが言えます。素直な人はアドバイスをそのまま実行すると。私のアドバイスは、プロの戦略に基づいたアドバイスです。実行すれば成果が出ます。皆さんね、サポートさせていただいて、報告いただいて、成果出る方法、ね、やると成果出ない方法、そういうのがもう分かってますんで、これをやりましょうというのをね、そのまま、サポートさせていただいてます。そうすると素直な人は言った通りのことをやると。で、余計なことをしない。で、逆にね、成果が出ない人は素直さが足りない。どういうことが言えてかというと、成果が出ない人はアドバイスを自己流に解釈して実行します。やるべきことをやらず余計なことばかりすると。例えば、ツールを使って無在庫販売。これは愚の骨頂であると。そんなんで儲かるわけはない。まずは商品を仕入れて、FBA で販売して、売れた商品を、どういうのが売れてるかチェックしてくださいという話をしてます。ところが、成果出ない方はですね、仕入れちゃうとリスクがあるんじゃないかということで、なかなか仕入れなくてですね、無在庫で出しちゃうなんて方もいらっしゃいます。そんな形で、それぞれ何を扱ってるかとかですね、ジャンルは違いますし、在庫の持ち方も違います。ただ一つ言えてるのは、アドバイスさせていただいたのを、実行しないんであれば、ね、あるいは、実行したいことだけやって、したくないことをしないんであれば、成果出ないのは当たり前ということが言えます。よくよく、どうやれば、ね、成果出ますかねと、近道を探している方、よくよく聞くとですね、自分がやって成果が出ない方法、それを繰り返し実行して、なおかつね、全然稼げてない人の情報発信を見て、その人の真似をすると。稼げないことを繰り返しやって稼げない人の真似をしてもですね、全く稼げるわけがないというね、当たり前の事実に行き着くケースが多いです。利益が上がる方法は分かってますんで、まず、サポートさせていただいた内容、アドバイスの内容をですね、素直に実行していただいて、その結果どうなったかというのを聞かせていただければ、その長い時間かからず、1ヶ月、2ヶ月で、儲かる商品を見つけて、稼げるようになりますので、ぜひ、素直さを持って、サポートを受けていただければと思います。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。